ディレットはファイルシステムのディレクトリを編集するコンピュータプログラム。典型的には EMAX テキストエディタで特別なモードとして実行されるが単独版も書かれている。最初のバージョンのディレットは単独のプログラムとして1974年にセールのスタンクグルによって書かれた。これは GNUEMAX の最も初期のバージョンに組み込まれ C や C で 他の OS に再実装された。e m a x の中で動作するとき、d i r e c は ls のようなファイルのリストを Emacs のバーファンに表示する。リストは標準的なナビゲーションコマンドを使って操作することができる。また、いくつかの Emacs Lisp リ,ススリプトが Emacs における d i r e c を拡張するために書かれた。トランプと組み合わせると SSH, FTP, テルネットや多くの他のプロトコルを用いて、リモートのファイルシステムにアクセスし、ファイルを編集できるとともに、同じセッションにおいて、他のユーザーとして、ローカルファイルにアクセスすることもできる。また、複数のファイルを e m a x の検索と置換の機能経由で、リネームできるようにする機能があるほか、複数のファイルを正規表現を用いてマークすることが、できる。一度マークされると、ファイルは削除。 リネーム、外部のシェルコマンドやエリスプの機能を実行するなど多くの操作を行うことができる。リスプパッケージのディレット X を用いると既存の LS に似たディレクトリのリスト表示を仮想的なディレットモードで行うこともできる。ありがとうございます。